ナイスアイデア。これすいません、あそこの屋根の門がある屋根ですが、これなどういう意味？あれは鳥、鳥、鳥、あと龍、龍、龍と違う。龍じゃない。山水、山水あるから。こうっていう鳥なんだよね。だから日本じゃ一番あれなんじゃない？鳥なんじゃないの？あ、鳥ね、うん。でもあそこの屋根にある門、門あるでしょ？屋根門。うん、これ何の門？あれはこれね。ここのここの門。あ、この家門。あ、神社の門。そうそうそう、意味あるあるかな？いや、これは丸太切ってるからね。意味がはだって分かんない。昔の人がつけたやつだから。でもその上に、山みたいあるから。そう、あれは富士山。あ、富士山だ、うん、ここは浅間神社って言って、あの富士山からのあれだから、流れだから、うん、だからあれが富士山なの。富士山とつながるの。あ、そうそうそう、うん、だから1日が、7月1日があの富士山の山開きじゃね。長開きありますよ。そうそう、その時にここが神社ある。神社霊体者ある。ああ、なるほど。だからこれも、その意味あります、山開き。ありがとうございました。面白いな。屋根もあまり見たことはない。昔、雨のこと心配してないから。